ジェニー・リンドの演ずるアミーナ・無遊病の女は、ヴィンチェンツオ・ベッリーニが1831年に作曲した二幕からなるイタリア語のオペラ。自作のオノルマとは対照的な性格を持つが、共にベッリーニの代表作であり、カターニアにあるベッリーニの墓にはアミーナのアリア、アー・ノンクラダ・ヤミロティの楽譜が刻まれている。日本語の題は、無遊病の娘とも呼ばれる。 ウジェーヌス・スクリーブと JP ・ウマーによるバレエパントマイムをもとにフェリーチェ・ロマーニがリブレットを書いた。1831年3月6日にミラノのカルカーの劇場で初演された。主役のアミーナとエルビーノをそれぞれ当時の代表的なコロラトゥーラ歌手であるジュディッタ・パスタとジョバンニ・バッティスタルビーニが演じた。初演は大成功であり、その年のうちにロンドンとパリでも上演されたが、 いずれもパスタとルビーニが主役を演じている。もともとパスタとルビーニが歌うことを前提として作曲されたため歌手は非常に高い音で歌うことが要求される。19世紀にはマリア・マリブランやジュゼッピーナ・ストレッポーにイギリスではジェニー・リンドやアデリーナ・パッティの演じたアミーナが有名である。19世紀を通じてイタリアではドニゼッティ、愛の名役と並んで 巻き歌劇の代表作とみなされてきた。また、ビクトリア朝のイギリスではとりわけ人気が高かった。上演時間は3時間10分。19世紀初め、場所はスイスのある村。第1場村人たちがアミーナとエルビーノの婚約を祝っているが、宿屋の女主人であるリーザはアミーナに嫉妬する。アミーナは村人たちに感謝の歌を歌う。交渉人。 ついでエルビーノが現れる。エルビーノ・はアミーナに指輪と花を贈る。結婚契約が署名され、アミーナとエルビーノは愛の二重唱を歌う。見知らぬ人物が村に現れる。彼は、実は、領主のロドルフォ伯爵だったが、村人は誰も彼のことを知らなかった。テレーザーは、ロドルフォ伯爵に、この村は、白い服の幽霊に呪われているから、 夜は家に帰らなければならないと言い、人々は帰宅する。ロドルフォ伯爵がアミーナを好んでいるらしいと見た、エルビーノは嫉妬からアミーナと喧嘩するが、やがて仲直りする。第2話、リーザの宿屋に宿泊した、ロドルフォ伯爵は窓から突然アミーナが入ってきたのに驚くが、すぐに無勇病であり、テレーザの言っていた幽霊とは、彼女のことであることに気づく。 白爵アミーナを混乱させないように部屋の明かりを消して外に出る。アミーナはそのまま白爵の部屋のベッドで眠る。ロドルフォ白鮭の正体はすぐに村人にバレ人々は白爵に挨拶するためにやってくるが、部屋の中には女性の姿があった。リーザは事情を知っていたが、エルビーノの手を取って部屋に入り、部屋の中を明かりで照らす。アミーナは目覚めるが、 何が起きたか分からず混乱する。エルビーノ他の村人はアミーナが浮気したと思い込んで彼女を非難する。エルビーノはアミーナに結婚の破棄を宣言して去り、アミーナは気絶する。眠ったまま橋を渡るアミーナ第一場村人たちはロドルフォ伯爵の上官を訪れ、エルビーノとアミーナの間の仲介をしてくれるように頼もうとする。エルビーノはまだ怒っており、 かつてアミーナに送った指輪を彼女の指から外して奪う。第2話、テレーザの水車小屋のそばで、リーザはエルビーノと結婚しようとしている。ロドルフォ伯爵はアミーナが無誘病であることを説明して止めるが、エルビーノは信じない。表の騒音を聞いたて、レーザが出てきて、アミーナが眠っているから騒がないように頼む。リーザがエルビーノと結婚しようとしていることを知ったテレーザは、 ロドルフォ伯爵の部屋で拾ったリーザのハンカチを出してみせる。エルビーノはリーザも浮気していたと思って幻滅する。エルビーノはロドルフォ伯爵に対してアミーナが無遊病である証拠を見せろと言うが、そこにテレーザの水車小屋の屋根裏の窓から眠ったままのアミーナが出てきてランプを手にしたまま歩きはじる。そのまま橋を渡って村人たちの前までやってくる。 彼女はエルビーノのために祈り、自分が指輪を奪われたこと、かつてエルビーノから花をもらったことを眠ったまま話し、しおれた花を通り出す。エルビーノは指輪をアミーナの指に戻す。目を覚ましたアミーナにエルビーノは謝罪する。アミーナは再び喜びに満ちる。ベッディーニの墓に刻まれたアミーナのアリア1946年に、 バレエリュス・ド・モンテカルロでジョージ・バランシーンの振り付けによってバレエとして上演された。ビットリオリエティによる曲はベッディーニの音楽を元にしており、無遊病の女も登場するが話は全く異なる。ありがとうございます。